コウジの次の嫁はこの子にすることにしたよ。え？私は耳を疑った。次の嫁って、あの、どういうことでしょうか。私がそう聞くと規模はめんどくさそうな顔をした。察しが悪い女ね。つまりあんたはもういらないの。タイムリミットが来たのよ。タイムリミットって何のことでしょうか。もうあんたに子供を期待しても無駄でしょ。だから若い子に新しく嫁に来てもらうんだよ。私の名前は美里、34歳の会社員だ。私には浩二という夫がいる。夫とは合コンで出会い、夫は私よりも6歳も年下だった。だから私は自然と恋愛対象から外れると思っていたのだが、当時夫は、俺は美里さんに惚れたんです。年齢とかそんなの全く気にしてないです。と言い、猛アプローチをしてきた。そんな彼の熱い思いに私は恋に落ちてしまい、彼と付き合うことに。それからは順調に交際を続けて、私たちは結婚に至った。だが結婚に至るまでは少し大変だった。私たちは早速お互いの両親に挨拶をしに行ったのだが、義母は年の差を理由に結婚を反対してきた。34歳って普通なら結婚して子供も産んでてもおかしくない年齢だと思うけど、何か問題があって結婚できなかったのかしら？何言ってんだよ母さん。失礼だろ。あら、大事なことよ。あなたは一人息子なんだし、結婚相手は慎重に選ばないと。義母は年齢だとか独身期間が長いこととか、私が気にしていることをずけずけと言ってきた。すると義父が、こら、コーチが選んだ人なんだから俺たちが反対する権利はないだろうと義母を叱ってくれた。美里さん、私の妻が申し訳ない。義父がそのように注意してくれたので義母はおとなしくなった。こうして私と夫は無事に結婚の承諾を得て結婚することになった。だが義母は承諾はしたものの私を認めたわけではなかった。夫の実家は地元では知られた地主の家系で、義母はそれをとても自慢していた。まあそういう家なので夫は甘やかされて育ったところがある。それでも別にわがままになったわけではなく、むしろ緩い性格で、私はそんな夫のことが好きだった。だが婚約中から問題はいろいろとあった。義母にいきなり呼ばれて顔を売っておくようにしなさいと地域の女性たちに私を紹介。どうやら家が地主ということもあり、地域の婦人会でも義母は代表を務めていてリーダー的な存在らしい。私はとりあえず言われるがまま地域の人たちに挨拶をした。すると皆さん優しく接してくれて、小声で頑張ってねと言ってきた。おそらく義母との関わりについて言っているのだろう。どうやら婦人会の人たちも義母のことは苦手なようだ。味方がいることを知り、私は少し安心した。義母からは結婚前にブライダルチェックを受けて妊娠できるかどうか調べなさいと言われた。私は義母にそんなことを言われてちょっとムッとしたが、確かに年齢的にも高齢出産となりかねない。正直自分でもこの体が妊娠できるのかどうか気になっていたので従うことに。婦人科で診察を受けるとお医者様から大丈夫ですよと言ってもらえた。これで安心して結婚できると思い義母に報告。だが義母は、あらそうと冷たい反応。お前が調べろって言ったんじゃろがと怒りそうになったがぐっとこらえた。もしかしたら良くない結果を期待していたのか。子供が産めないと分かったら結婚に反対できるとでも思ったのだろうか。そんな風に不安に思っていると、結婚式の前日に私と彼は義母に呼び出された。食事会をするから実家に来いとのこと。正直結婚式前は私は自分の両親と食事をしたかったのだが、私の両親はお相手の家にお呼ばれしたなら行ってきなさいと自ら遠慮した。だから私は彼と一緒に義実家へ行くことに。そこで義両親と食事をして、食後のデザートも食べ終えた時、義母が私たちに同居の件だけどと言い出した。私は耳を疑った。同居なんてワードがいきなり出てきたからだ。結婚式の後すぐでも、私たちは構わないから。どうやら義母の中では同居前提で話が進んでいるらしい。いやいや冗談じゃない。
せっかくの新婚生活をいきなり邪魔されてなるものか。私は慌てて義母の話を遮った。いや、あのお母さん、同居って何のことですか？そんな先のこと結婚前に話されても私たちも困るんですが。私がそのように言うと義母は目を丸くした。まるで私の方がおかしなことを言っているかのような目だ。あら、浩二、あなたまだ話してなかったの？え？私は慌てて彼の方を見た。すると彼は顔色一つ変えずに、ああ、まだだったかも、と言い出したのだ。え？どういうこと？いや、母さんと前から話してたんだよ。結婚したらこの家に一緒に住むって。ちょっとそんなの聞いてないわよ。そんな大事なことはもっと前にちゃんと話し合いをした状態で決めることじゃない。悪かったよ。でもそういうことだからさ、美里もどうか受け入れてほしい。そんな、今思えばこの時点で結婚をやめればよかったと思う。だが私はこの時は2年前でちょうど32歳になった時。もう今を逃したら新たに恋愛をして結婚するのは難しいかもしれない。そんな焦りもあったのか、私は道を誤ってしまったのだ。まあ彼からプロポーズをされて結婚に至ったので私も舞い上がっていたのだろう。結局結婚と同時に義実家で義両親と同居することになったのだ。だが結婚生活は想像以上にひどかった。まず同居といっても2世帯じゃないのでプライベートはほとんどない。そのため新婚生活のような甘い時間は一切作れない。さらには義母は顔を合わせるたびに私をいびってくる。美里さんって本当に顔が地味よね。浩二は目鼻立ちがしっかりしてて可愛いのに、子供が生まれてあなたに似たらどうしようかと心配だわ。料理も家事も普通のレベルだし、何の取り柄もない女って本当に残念よね。こんな風に私自身を罵倒してくるのは当たり前。そして婚約中にさえ子供が産めるか調べろと言ってきたほどなので、孫はまだかというプレッシャーもめちゃくちゃかけてきた。あなた自分がいくつか分かってるの？もう子供産んでないとダメでしょ。子供産めないならこの家にはいらないんだからね。ちゃんと男の子産みなさいよ。今時そういうことを言う人がいるんだと驚いたが、まあ義実家は地主でもあるし、古いしきたりとかが根強いのかなと思った。他にも私が仕事をしていることにもぐちぐち言ってきては、いつ仕事を辞めるの？と圧力をかけてきた。私は今の仕事が好きだし、それに義実家に引っ越してからは特別に車通勤を許可してもらっているので、辞めるなんて迷惑をかけることはできない。そこだけは絶対に譲れないので、私は義母から何を言われても受け流していた。すると義母は仕事を辞めないなら月10万を私に渡しなさいと要求してきた。つまり生活費を入れろということか。義母は夫に甘いので家賃も生活費も何一つ要求していなかった。だが私が思い通りにならないので腹を立てて私個人に要求してきたのだろう。まあ今まではただで住まわせてもらっていたので、それくらいはいいかと私は月10万円を義実家に入れることにした。うん、事務職だからこれだけ奪われたら自由にお金は使えないでしょ。義母は不敵な笑みを浮かべながらそのように言った。まあそもそも私はあまりお金を使うタイプではないし、物も本当に使えなくなるまで使うから生活はかなり地味だ。義母は勘違いして私がお金がなくて貧乏な生活をしていると思ったのだろう。だが私にとっては特にそれは辛くなかったし、むしろ他の義母の嫌がらせの方が面倒くさかった。そんな生活を続けてきて気がつくと2年が経過していた。さすがに34歳にもなると義母だけではなく夫までもが、どうして子供が生まれないんだよと私のことを責めるように。まさか夫がそんなことを言ってくるとは思っていなかったので、私はびっくりしてしまった。それからも夫は義母と一緒になって私のことをいびってきた。私たちは愛し合っていたはずなのに、夫は2年間の義母との同居生活を経て少しずつ義母に洗脳されてしまったようだ。義母だけならまだ耐えられた。また夫とは夫婦としてはいい関係を築けていたつもりだった。だからここへ来ての夫の裏切りはかなり辛かった。そして夫と義母はさらにありえない行動に出た。
それはある日私が仕事から帰ってきた時のこと。今に行くと義両親と夫の他に見知らぬ女性がいた。見た目は夫よりも若そうで20代の中盤くらいの印象だ。一体誰だろうと思っていると義母にちょっとそこに座りなさいと言われた。とりあえず席に着くと義母はいきなり驚きの発言をしなした。浩二の次の嫁はこの子にすることにしたよ。え？私は耳を疑った。次の嫁って、あの、どういうことでしょうか。私がそう聞くと義母は面倒くさそうな顔をした。察しが悪い女ね。つまりあんたはもういらないの。タイムリミットが来たのよ。タイムリミットって何のことでしょうか。もうあんたに子供を期待しても無駄でしょ。だから若い子に新しく嫁に来てもらうんだよ。この子は今23歳で婦人会にいる近所の人の姪っ子さんなんだ。顔だってあんたよりも綺麗だし、元気で可愛い男の子を産んでくれるだろう。なんて人だ。まだ私と夫が夫婦であるにもかかわらず新しい嫁を連れてくるなんて。いくらなんでも夫だってこれには反対してくれるはずだ。そう思っていたのだが甘かった。夫はそういうことだからこれ早く書いてねと私に離婚届を突きつけてきた。私はショックを通り越して呆れてしまった。そんなに子供を産むことは大事なのか。こんな人たちと一緒にいたら私の人生はダメになる。ちなみに結婚前に義母を注意してくれていた義父はあれから全く役に立たず、結婚してからのこういったいざこざには一切関わろうとしてこない。わかったわ、書けばいいんでしょ。私はそう言って離婚届を記入した。義母と夫は私が書いたのを見て喜んでいる。そして私は財産分与はなしということでと言った。当たり前よ。あんたに工事の大事なお金を与えてたまるもんですか。そうだぞ。今まで俺の収入に頼ってたからって調子に乗っちゃダメだからな。何を勘違いしているのかそのように言う夫と義母。まあそのまま知らないままでいてほしい。こうして私はあっさりと夫と離婚をした。荷物をまとめて実家に帰ると両親はとても驚いていた。事情を説明したら理解してくれたし、離婚して正解だと言ってくれたが、それならもっと早くにそういったことを話してほしかったと少し怒られた。両親に謝った後は私は単身用のマンションを探すことに。会社の近くに住もうと思い、いろいろと探しているといい物件があってどれも迷う。そうして私が夫と離婚してから1ヶ月が過ぎた。すると私の実家にいきなり元夫と元義母が押しかけてきたのだ。ちょっと美里さん、どういうことなの。一体何なんですか、いきなり来て。こっちがどういうことなのか知りたいぐらいなんですが。これだよ。元夫はそう言ってテレビ画面を撮った写真を見せてきた。そこには取材に答える私の姿が。画面のテロップには居酒屋の名前と私の名前があり、私の名前の横にはオーナーと書かれている。どうしてあなたが居酒屋のオーナーなの。あなたはただの事務職の OL よね。あ、昨日の放送見たんですか。事務職は今後別の事業をする時のために経験を積んでいるんです。居酒屋についてはひい祖父の代から続いている老舗がのれん分けした店舗で5年くらい前から私が父に代わってオーナーをしているんです。私は大学を卒業後に夜間の調理師専門学校を出て調理師の免許を持っていたので会社員をしつつ、夜と土日は父の居酒屋で料理人として働いていたんですよ。今は別の事業の準備をするためにお店の方はほとんど店長に任せているんですが、今回はオーナーも取材したいと言われたので出演しただけです。元義母と元夫は私の話を聞いてびっくりしていた。まあそれもそうだろうな。両家の挨拶で父が居酒屋を営んでいると言った時、ただの個人のお店だと勘違いしたのか、義母は「あ、そうなんですね」とだけ言ってそれ以上話を掘り下げなかったからだ。ちょうどよかったわ。あなたがそんなに稼いでいるとは思わなかったけど、好都合よ。え？離婚取り消すってことだよ。すぐ家に戻れ。元義母と元夫がそのように言ってきたので私はどういうことと聞いた。どうやら新しく嫁にしたあの若い女性が家事は一切しないし、かといって働くわけでもなくニート状態で手に余っているらしい。
しかも元夫のことをおじさんと呼び、子作りのためにそういった行為をするならお金を渡せと言ってくるんだとか。もし無理やり行った場合は警察に通報すると言って、元夫と元義母を困らせているそうだ。詳しく聞いたところ、その女性は高校を卒業後ずっとニートをしていて、彼女のご両親も手に余っていたそうなんだとか。そこで婦人会の人は、ちょうどおかしなことを言って嫁を募集している人がいると身内に提案し、元義母に姪っ子である彼女を紹介したというわけだ。私はその話を聞いて笑ってしまった。元義母は全然リーダーでも何でもなくて、完全にバカにされているようだ。元義母は周りからそんな風にアホだと思われていることを知り、恥ずかしくてたまらないらしい。だから一刻も早く私に戻ってきてもらい、私に義母を擁護して周りからの評判を回復させてほしいと言ってきているのだ。また元夫については、その帰省中の嫁がどんどん好き勝手に自分の給料を使うので、すぐにすっからかんの状態なんだとか。しかも嫁は家事をしてくれないので、お弁当なんかも全然用意してくれず、小遣いが全くない状態で毎日仕事の昼休憩を乗り切らなきゃいけないんだとか。事なかれ主義の義父に至っては、早々に元義母と元夫を見捨てて、一人で安いアパートを借りて実家を離れて自分だけの生活を守っているんだとか。元義父らしくてそれも笑える。大変なんだよ、だから戻ってきてくれ。そう懇願してくる元夫。私は笑いをこらえながらも最後にこう言ってやった。全部自業自得でしょ。あんたたちが私を追い出してあの女を連れてきたんだから、その後のことも全部自分たちで責任を持ちなさいよ。これ以上居座るなら警察を呼ぶから出て行って。私に拒絶されて、元夫と元義母はうなだれながら私の実家を後にした。その後の二人のことは知らないが、元夫と結婚していた時に仲良くなって今でも連絡を取っている婦人会の人に聞く限りだと、元義母もパートに出ないといけないくらい家計は切羽詰まっているらしい。そして相変わらず新しい嫁は何もせずに金食い虫のニート状態だそうだ。追い出そうにもあの手この手で居座ろうとするので、元夫も元義母も完全に疲弊しきっているらしい。本当にいい気味だ。私はようやく引っ越し先を決めて理想通りの部屋に住んでいる。快適な一人暮らしを経験するともう結婚なんてしなくていいやと思ってしまうが、また恋愛はしたいなと思うので、ゆるーく恋愛をしつつ今は仕事に打ち込んでいこうと思う。お前昨日どこ行ってたんだ。母さんが引っ越してくるって言ってやっただろ。新しい家に行ったよ。引っ越しお疲れ様です。はあ、新しい家ってなんだよ。そのままの意味、新居です。お前何わけわからないこと言ってんだよ。あら、わからなかった。じゃあ噛み砕いて言うね。あなたとは離婚します。はあ、なんで。あんたみたいなクズも、あんたの意地悪ババアも大嫌いだからだよ。私は七重、3歳年上のアキトとの結婚を機に退職し、しばらくは専業主婦として家のことをやっていた。新婚当時、夫は私をとても大事にしてくれていたと思う。彼と結婚できたことに幸せを感じていたが、私は義母のことが苦手だ。裕福な家庭で育った義母と私は正反対の環境で育っている。私が小さい頃に父が他界し、母は一人で私を育ててくれた。義母はそれが気に入らないのか、私や私の母のことをあまりよく思っていない。七重とお母さんのことは俺が悪くなんて言わせないから。夫はそう言ってくれた。実際義母が何か言おうものなら、夫は母さんには関係ないだろうと何度も義母の話を遮ってくれたのだ。頼もしい夫に守られ、幸せな時間を過ごしていくのだと想像を膨らませていたが、ここのところ母の体調が芳しくないことが気がかりだった。久々に実家へ顔を出すと、やはり母の体調は本調子ではなさそうだ。母の力になりたい。
そう思った私は家事の合間を縫って今後必要になるであろうヘルパーの資格を取得した。母に介護が必要となった時のために実務経験を積みたい。私は夫にヘルパーとして働きに出てもいいかと尋ねた。いいけど家のことはちゃんとやってほしいかな。もちろんどっちもちゃんとやるよ。夫の了承を得て私はヘルパーの仕事を始めた。順調に家事と仕事を両立して3年、私は第一子を妊娠したのである。夫と義母にそのことを伝えると2人とも大喜びだった。しかし2人は私がヘルパーとして働き続けることに難色を示す。けれどそこは何とか押し切った。もともとこの仕事を始めたきっかけは母の助けになりたかったからで、辞めてしまっては私の意思に反する。ヘルパーの仕事にもだいぶ慣れてきた頃、仕事中に私のスマホが鳴った。電話は病院からで、母が救急搬送されたという。私は施設長に事情を伝え、急いで母の元へ向かった。そして医師からは末期のがんであると知らされたのだ。余命も長くはない。緩和ケアの病棟を勧められたが、母と少しだけ会話をし、夫に相談するため一度家に戻った。夫に医師から言われたことを伝える。しかし伝えづらい。なぜ今日に限って義母がいるのか。そっか、大変だったね。あのお母さんをこの家で介護できないかな。ダメよ、あんたには聞いてない。そんな重病院がこの家にいるだなんて気分がめいるじゃないか。アキトが仕事から帰って気を使うだろう。そういうのはプロに任せとけばいいんだよ。まあ確かにそうだな。え？余命が短いってことは緩和ケアが重要になってくるだろう。お母さんだって苦しい思いをしながらここにいるのは辛いんじゃないか。それに俺も仕事から帰ってきて気を使うのは嫌だな。これまで私や母をかばってくれていた夫の言葉とは思えなかった。けれど夫は淡々と嫌だと言った。とてもショックだった。それでも私は食い下がったのだ。全ては母のために。私がなぜヘルパーの資格を取ったか知ってるよね。お母さんの介護がしたかったからだよ。私は最後までお母さんのそばにいたいの。お願い。別にそれは同居じゃなくていいでしょう。緩和ケアの病棟に通ってあげたらいいんじゃない。どうせすぐくたばる。ほら、時間は有効に使わないと。ほんと時間の無駄よ。アキトの言う通りだ。あんたが通ったら全てが丸く収まるじゃないか。だいたい嫁に来た分際で自分の母親の面倒を見たいなんて、できた姑じゃなきゃその発言自体を許さないよ。くたばる。夫の本性がはっきり見えた。この人は優しい人じゃない。人の気持ちがわからない人だ。結局母は私たち夫婦の家から近い緩和ケアを専門とする施設に入ることが決まったのである。私は仕事の合間を縫って頻繁に母の様子を見に行った。しかし母のことを嫌がる義母はもちろん、夫も母の元を訪ねることはない。それどころか母の病状を聞いてくることすらしない。子供を妊娠できたことは喜ばしいと思っている。けれど夫が父親であることに嫌悪感を持ってしまう。お腹大きくなってきたね。うん、赤ちゃん順調に育ってるって。初孫に会えるのが楽しみだよ。母も顔を見せない夫のことは口にしない。だからといって彼を悪く言うこともない。それが切なく、夫に対して怒りが膨らむのだ。母は日に日に衰弱している。黄疸が体全体に広がり痩せていく。そんな状況でも泣き言一つ言わない母を見ると涙がこらえきれなくなる。お母さん、孫の顔をちゃんと見てね。もちろんだよ、とっても楽しみだもの。そして2ヶ月後、長女が誕生し、母と長女は対面する。
この時も夫と義母からは大反対された。生まれたばかりの子を病原体の宝庫に連れていくなど言語道断だと。病院側にも直接は会わせられないって言われたよ。でもガラス越しだったら問題ないって。だから連れてく。わざわざ連れていく必要なんてないだろう。生まれたばかりの子を連れ回すなんて母親失格じゃないか。2週間検診の帰りに寄るだけだから。それにしたって子供からしたら長距離の移動だろう。長距離？母の病院は産院と家の通り道にあるよね。夫はキョトンとしていた。母の病院がどこにあるのかも覚えていなかったのだ。え、理屈言うんじゃないよ。ダメなもんはダメなんだよ。あんたは嫁なんだから私たちの言うことを聞くべきだろう。じゃあアキトさんとお母さんで子供の検診行ってくれます？は？私が行けば母の病院へ必ず立ち寄るよ。あなたたちが子供を病院へ連れて行ってくれるなら私はそのまま家で休んでる。私は運転できないだろう。タクシーという便利な乗り物がありますけど。そんなのちゃい、ほら、あの赤ちゃん専用椅子がないんだから危ないだろ。アキトさんが車を出せば問題ありませんよ。俺は仕事があるだろ。子供のことはお前に任せてるんだから。二人とも子供のためにすら動かないんですね。私が子供は検診に連れて行きますから問題ないですよね。結局二人は子供のことすら協力する気がないのだ。2週間検診、つまり退院から1週間後の検診は母子ともに検診の対象だ。だから私も病院へ行かなくてはならないのだが、夫はそれすらも理解していない。私にも子供にも興味がないのだろう。もちろんその理由は分かっている。しかしそれを大っぴらにするのは今じゃない。今は母のことを第一優先に考えたいから。母子検診の帰り、私は母の元へ向かった。病院側と相談し、ガラス越しの対面は1階のレクリエーションルームに母を呼び、私と娘は外から母に会うというもの。車椅子でやってきた母は素敵な笑顔を娘にくれた。母に抱っこしてほしい。そんな願いは叶わないのだと覚悟していた。しかし院長先生が私に目配せをすると、病院の入り口から車椅子の母と院長先生が出てきてくれたのだ。あの院長先生。え、僕今は院長先生じゃないですよ。僕はこれから休憩に入るから、この時間はプライベートです。どこにでもいる普通のおじさんですよ。だから病院のルールとかね。でも5分だけね。私と母は深く頭を下げた。そして母が膝に乗せた手の上に娘を静かに託した。かわいいね、本当にかわいい。七重もえみちゃんもよく頑張ったね。お疲れ様。しっとり重たいね。健康に生まれてきてくれたんだね。ありがとね。母は涙ぐみながら笑顔でじっと娘を見つめていた。少しの間でも母と娘が一緒の時を過ごせたことが嬉しかった。しかしその日の夜、母の容態が急変したのだ。午前2時を回ったスマホの震えは母の危篤を知らせるものだと瞬時に理解した。なんだよこんな時間に。なんでスマホの電源切ってないんだよ。俺仕事で疲れてるのに。こんな状況下でスマホの電源をオフにするわけがない。夫はその配慮すらできない人だった。お母さんの容態が急変した。私病院へ行ってくる。この時間に。明日の朝ごはんは？一食抜いたぐらいで餓死なんてしねえよ。声を荒げたい気持ちを必死に抑えた。寝ている娘を起こしたくなかったから。病院へ到着すると、そこにはすでにおば家族が駆けつけていた。ああ、ナナちゃん
お母さんの手を握ってあげて。アキト君たちが到着したら私が案内するから大丈夫よ。あの人たちは来ないよ。え、そうなの？そう。目の前の母はすでに昏睡状態だった。お母さん、お母さん、ナナちゃん、お母さん、泣かないの。今日はお父さんがね、早く帰ってくる。みんなでご飯食べに行こうね。ああ、エビちゃんかわいいね。母の最後は笑顔だった。最後の最後まで笑顔だった。最後の最後まで家族を思って安らかな眠りについた。母は孫に会いたいという強い意志を持って頑張ってくれていたんだ。深い悲しみはあるけれど、母に娘を会わせてあげられたことが私にとっては大きな救いだった。その後、通夜や葬儀の手配をするが、夫側の手伝いはない。私を支えながらそばにいてくれたのは、おば家族だ。そして、夫や夫の親族は誰一人として、葬儀の場に姿を見せなかった。葬儀を終え、娘と帰宅すると、夫が玄関で待ち構えている。生まれたばかりの子を葬儀に連れて行くとか、縁起が悪いな。ほら、塩を撒いてやるから。そんなのいらない。塩を撒かれたら母が私のそばにいられないじゃないか。私は夫を無視して家に上がり込んだ。そしてリビングには義母の姿がある。なんだい、辛気臭い顔して。人なんてみんな寿命が来るんだよ。あんたの母親はそれが早く来ただけの話だろ。まあ寿命って決まってるからね。ところでお母さんの遺産っていくらくらいなの？あ、きっとあるわけないじゃないか。病院に入る前は賃貸暮らしだったんだろ。子供に何も残せないなんてね。今すぐこの家を出て行きたい。夫と離婚をし娘と二人で暮らしたい。でも今の私にはそれをできる財力がない。お金さえあればこんな家にとどまる必要なんてないのに。義母の言う通り、母の遺産は微々たるものだ。しかしまとまったお金ならすぐに夫からもぎ取れる。なぜなら夫は浮気をしているから。そのことにはだいぶ前から気がついていた。スーツから香るボディーソープの残りが。外回りのはずなのにワイシャツに汗をかいた形跡はない。トイレやお風呂場にスマホを持ち込んでいることも知っている。そして決定打はこの目で夫が見知らぬ女性と腕を組み大人の宿へ入っていくところを目撃したことだ。証拠も取ってある。今までは母のことを優先しそれらを後回しにしていたが、今すぐこの証拠を突きつければ慰謝料を請求し夫から300万、女性から100万を支払わせることができる。しかし私の少ない給与と400万で娘を幸せにできるだろうか。何も知らない娘から父親を取り上げる。そんなことをしてもいいのだろうか。いろんなことが脳裏を駆け巡るのだ。そして身動きの取れなくなる自分がいる。思い悩む日々は続き、あっという間に母の一周忌を迎えた。法要に参列してくれたのはおば家族だ。おば家族は本当に仲がいい。法要にも参加しない夫への愛はすでに空っぽだ。ナナちゃん、復職したの？法要が終わると、おばはカフェに私と娘を誘ってくれた。うん、半年前にね。働かないとね。給与はどのくらいもらってるの？手取りで25万くらいかな。ねえ、ナナちゃん。私に力になれることはないかしら。アキト君とうまくいってないんじゃないの？うん。でもこの子を育てるのにお金は必要だから。それだけ？え？お金の心配がなくなれば今すぐにでもあの家を出たいと思う？どうだろう。
娘が生まれてからというもの、夫は娘に関心を示さない。それどころか次は男の子を頼むとのたまっている。家のことも娘のことも一手に私がやっている。義母も義母で早く男の子を産めとうるさい。お金さえあれば私は離婚したい。1年前にそう思ったことを思い出した。うん、あんなところ出て行きたい。離婚したい。娘と二人で暮らしたい。うん、話してくれてありがとう。私に任せなさい。そして3ヶ月後、離婚のめどが立ち、あとは離婚届を突きつけるだけというところまでやってきた。しかしここで思いもよらぬ展開にことが運ぶ。母さんが倒れた。膵臓がんだって。そうしよう。余命いくばくもないって。うん、俺は母さんの最後の望みを叶えてやりたい。母さん、最後の時をこの家で俺のそばで過ごしたいって。そっか。週末には引っ越してくるからよろしくな。私が笑顔を見せると夫は目を潤ませながら、ありがとうと言った。そして週末、私は引っ越しを見届けることなく家を出た。午後から鳴り止まないスマホは娘の睡眠を妨害するからオフにした。翌日、娘を保育所に預け出勤すると、職場の前には怒りに満ちた顔で私を待つ夫がいた。なんで電話に出ないんだよ。お前昨日どこ行ってたんだ。母さんが引っ越してくるって言ってやっただろ。電話は娘が起きちゃうから切ったの。新しい家にいたよ。引っ越しお疲れ様です。はあ、新しい家ってなんだよ。そのままの意味、新居です。お前何わけわからないこと言ってんだよ。あら、わからなかった。じゃあ噛み砕いて言うね。あなたとは離婚します。はあ、なんで。あんたみたいなクズも、あんたの意地悪ババアも大嫌いだからだよ。何が同居だよ。何が最後の願いを叶えるだよ。おめえが叶えてやれよ。私を巻き込むんじゃねえ、このクソ野郎が。おめえよ、私の母の時なんつった。どうせすぐくたばるんだから時間の無駄だって言ったよな。その言葉そのままそっくり返すわ。おめえのババアはどうせすぐくたばるだろ。おめえも一緒にくたばっちまえ。俺そこまで言ってない。お母さん、ごめんなさい。私は口汚く、余命いくばくもない人へ暴言を吐いたよ。でも今だけは見逃して。これまで娘の前で耐えてきたことを吐き出させてほしい。まだ言い足りねえけど。まあいいわ。あなた浮気してるよね。え？どうせあれでしょ、私が介護職だから。お母さんの世話見させて、自分は浮気相手の愛子ちゃんとうふふあははの時を過ごそうと思ってたんでしょ。バカかてめえは。慰謝料きっちり請求するからな。ということで、邪魔なんで消えてください。夫は呆然と立ち尽くしていた。その後、私と夫の離婚は無事に成立した。共有財産も慰謝料も無事もぎ取れた。すべてはおばが力を貸してくれたおかげだ。浮気の証拠も追加で集めてくれたのはおばだった。その調査費用を工面してくれたのも彼女だ。それだけじゃない。おばは自身が所有する投資用のマンションの一室を私に提供してくれた。利便性がよく、通常であれば私になど手を出せぬ物件だ。彼女はそれを管理費だけでいいと住まわせてくれている。本当に感謝の気持ちでいっぱいだ。すでに離婚しているにもかかわらず、元夫は頻繁に連絡をよこした。聞いてもいないのに、どれだけ自分の現状が悲惨であるかを訴える。もう母さんがわがまますぎて耐えられないよ。愛子は逃げちゃうし、結婚するって言ったのに。やっぱりプロの力が必要だよね。
緩和ケア病棟に頼ったらいいじゃない。いや、いつまでかかるかわからないし、1ヶ月50万はきついよ。ああ、愛子ちゃんにつぎ込んで私に慰謝料も共有財産も持っていかれたからね。よかった、養育費一括でもらっといて。あなた散々散財してたものね。七重が見てくれるなら俺金払うよ。一日5000円でどう？ああ、本当に離婚できてよかった。私はそのまま電話を切った。そして彼の全ての連絡先を拒否設定にした。元夫が浮気相手に逃げられ、義母のわがままに疲弊している。義母もまた思うように動けず、息子が不甲斐ないばかりにイライラが募っている。それを知れただけで十分心が軽くなった。もう過去は振り返らずに前へ進もう。そう遠くない未来に叔母には甘えず娘を育てていくつもりだ。そのために仕事と子育てに奮闘する。母が私にしてくれたように私も娘を大切に育てていく。きっと大丈夫。母が見守っていてくれるから。ここはもう俺たちの城なんだよ。金なしババアは邪魔だから出て行ってくれる？そのように言って私たちを追い出そうとしてくる兄夫婦。今まで散々好き放題させてもらっていた兄の恩知らずの態度に私はとことん呆れてしまった。お母さんは私と一緒に暮らすからね。何があってももう絶対に会わせたりしないから。私がそう言うと兄夫婦は勝ち誇ったような顔で笑っていた。私は母を車に乗せて運転席に座っても兄夫婦への怒りがまだ残っていた。すると母は優しく微笑みながらバックミラー越しに私を見てこう言った。あの子終わったわね。私の名前は葵、28歳の会社員だ。大学を卒業してから私は一人暮らしを始めている。当時は一人暮らしに憧れがあったので、社会人になって新生活を始めた時はワクワクしたが、いざ親元を離れると親のありがたみをすごく感じて実家が愛おしくなる。そのため私はしょっちゅう実家に帰っていた。父も母もまた来たのかと口では言うものの、娘である私が来ることは嬉しいようだ。社会人になってから何度も来ているが、ふと両親も年を取ったんだなと気づかされる。今までは元気に動いていた父も60歳を過ぎたあたりから怪我をしないようにゆっくりと動くようになっているし、母も服の趣味などが変わっている。だがいつまでも夫婦の仲は良くて、私は将来結婚したら自分の両親のような夫婦でありたいと思っている。まあもう将来とかいう年齢ではなく結婚適齢期なのだが、未だに相手はいない。母からも早くいい人が現れてくれるといいわねと言われている。でも私自身はそこまで結婚は焦ってはおらず、30代で結婚できればいいと思っている。今は仕事を頑張りたいので、毎日昇進のために資格の勉強をしている。そのため実家に帰省することは私にとってのいい息抜きとなっているのだ。しかしそんな中、思いがけない出来事が。それは私が仕事をしていた時のこと。いきなり母から電話が来たのだ。普段はこんな風に仕事中に電話をかけてくることなんてないので、私は嫌な予感がした。急いで電話に出ると母の声は震えていた。お父さんが倒れたの。え？母の話によると、父が仕事中に倒れて病院に運ばれたらしい。私は慌てて会社を早退して病院へと向かった。病室に着くとベッドで寝ていた父が上半身を起こした。ああ、葵、来てくれたのか。え？お父さん大丈夫なの？ああ、大したことはなかったよ。心配かけてすまなかったな。いや、
無事ならそれでよかったんだけど。私は一旦自分を落ち着かせるために母と病院のラウンジに飲み物を買いに行った。その際に父の容態について母に聞いてみた。もしかしてお父さんは重い病気なの？父は私に心配させないようにごまかすことが得意だ。だから本当のことはいつも母に聞いている。しかし今回は本当にそこまで大事ではなかったようだ。貧血を起こしてしまって、それで運悪く机にぶつかって倒れてしまったみたいで、頭を打ってたから念のため精密検査をしてもらったのよ。そうだったんだ。母の話を聞いて少しは安心したが、それでもあと 2,3 年ほどで定年を迎える父は確実に体が老いている。私、実家に戻ろうか。え？だって、もしお父さんの介護が必要になったら、お母さんだけじゃ大変でしょ？葵、ありがとう。でも大丈夫よ。私もまだ元気だし。そう？でも遠慮しないで、困ったらいつでも言ってね。うん、ありがとう。それから私は仕事帰りにも実家に行って父の様子を見に行くようになった。そんな中、ある日私が実家に行き、両親と食事をとっているとこんな話をしてきた。たかしから連絡が来たのよ。え？お兄ちゃんが？どうして？私は嫌な予感がした。兄はずっと自由にわがままに過ごしてきて、両親に迷惑をかけてきた人物だ。美容師の専門学校を卒業後はとりあえず仕事を決めて家を出て行ったのだが、それから10年以上一度も実家に帰ってきていないし、連絡もよこさなかった。だからいきなり連絡をしてくるなんてよっぽどのことだと思った。金でもたかろうとしているのだろうか。私は不安になったが、母から告げられたのは驚きの内容だった。結婚するから挨拶に来るって言ってるのよ。え？結婚？母は少し嬉しそうにうなずいた。ずっと音沙汰がなくて心配だったけど、ちゃんと仕事をして結婚相手を見つけてきたってことよね。当然だ。あいつももう30歳なんだから、社会人としてちゃんとしてもらわないと困る。そのように言う父も、兄がまともになっていることを知り嬉しそうだった。本当によかったね。挨拶にはいつ来るの？あさっての日曜日に来るみたい。よかったら葵も来てくれないかしら。え？10年ぶりに会うし、結婚の挨拶なんて緊張しちゃうから。わかった、いいよ。こうして私は兄と久しぶりに会うことになった。当日、そわそわしている両親と一緒に兄と婚約者を待つ。すると、ピンポンが鳴り、兄たちがやってきた。久しぶり、父さん、母さん。たかし、久しぶり。さあ、上がってちょうだい。10年ぶりの再会に、両親は嬉しそうだった。お兄ちゃん、久しぶり。おう、葵か。すっかり大人になったな。そりゃ、私ももう28歳だからね。兄は昔のような荒れた感じはなくなっていて、随分と落ち着いたようだ。そして隣には綺麗な女性が立っていた。みんなに紹介するよ。婚約者のみゆきだ。はじめまして、みゆきです。丁寧に挨拶するみゆきさん。私も両親も慌ててお辞儀をして挨拶をした。それから今でみんなで座り、お茶をしながら話をしていた。兄は昔からは考えられないほど人が変わっていた。兄がまだ高校生の頃は金髪にしてチャラついていて、学校をサボったりすることも多々あった。タバコが見つかって停学になることもあったし、朝帰りすることもしょっちゅうで、いつも父と母は兄に説教をしていたものだ。万引きをして親がお店に謝りに行くこともあった。当時は兄はいくら親に怒られていても反発していて、
聞く耳を持たなかった。専門学校に通ってからも朝帰りはしょっちゅうで、酒とタバコの匂いを常にまとわせていた。私はそんな兄が苦手で、だから専門学校を卒業してから実家を出て行ってくれて正直ほっとしていたくらいだ。そんな兄が久しぶりに実家にやってきて心配だったが、10年もあれば人は変わるようだ。婚約者さんもいい人そうだし、私は兄の結婚を祝福した。そして兄は父が体調を崩しやすくなっていることを知ると、結婚後に同居をしようかと両親に提案していた。突然の提案に私たちは驚いたが、優しく微笑む兄を見て母は涙を流した。たかし、ありがとうね。父も涙までは流さないにしても嬉しそうだった。まだ大丈夫だとは思うけど、二人じゃ大変になりそうだったら相談させてもらうわね。兄の結婚の挨拶は終始和やかな雰囲気で終わった。兄たちが帰ってからも母と父は嬉しそうだった。私もやっと家族が一つになれた気がして嬉しかった。その後、兄とみゆきさんの結婚式も無事に終わり、私たちはいつもの日常に戻った。結婚の挨拶以降、兄は定期的に両親に連絡を取っているようだ。兄も親の心配をしてくれるのはありがたい。もし父か母に何かあった時は兄弟で協力して助け合える。そしてそれから1年ほどが経った頃、母が足を悪くしてしまい、車椅子生活になってしまった。まさか母の方が先に大変な状況になるとは思わなかったので、私はびっくりしてしまった。父も体調が優れないことが多いのに、そんな中で母の介護が必要な状態になるなんて。私はすぐに兄と相談した。すると兄は、俺とみゆきが実家で同居するから心配するなと言ってくれた。兄嫁も納得しているらしく協力的だという。最近の兄の感じだと信頼できるし、私は仕事で日中は一緒にいられないから、兄夫婦に親との同居を任せることにした。その後は実家に行く頻度は少し減らすようにした。一緒に住んでいる兄夫婦と両親の邪魔をあまりしない方がいいと思ったし、兄嫁も義妹である私が頻繁に来るのは嫌だろう。たとえ仲が悪くなかったとしても気を使ってしまうことは確かだ。だから私は 2,3 ヶ月おきくらいに実家に行くようにしていた。だがそれくらい間を空けて実家に行っているからこそ、なんとなく両親の元気がないことが分かった。二人とも目に見えて老け込んでいっているのだ。年を取ると急激に老けていくのかもしれないが、それにしても異常なまでの老け込み方な気がする。まるで毎日ストレスがひどいような感じだ。私は兄夫婦が席を外しているタイミングで何か悩んでると聞くのだが、母も父も何も言ってくれない。二人とも自分たちで抱え込んでしまうタイプだから本当に心配だ。それからというもの、私は遠慮せずに頻繁に実家に通うようにした。その度にみゆきさんと兄は嫌な顔をしていたが、私は気にしなかった。俺たちがいるんだから別にそんなに来なくていいよ。そうよ、あなたがいると気を使うのよ。別に気にしないでください。いつも家にいる時の感じで過ごしてください。私は毅然とした態度でそう言った。土日はほとんど実家を訪ねて、たまに泊まることもあった。すると兄夫婦は限界が来たようで、ある日私が実家に行った時にいきなり怒鳴りつけてきた。いい加減にしろよ。今は俺たちもここに住んでるんだよ。頻繁に帰ってくるんじゃねえよ。兄の怒鳴り方は昔の荒れていた頃を彷彿とさせるような怒り方だった。ちょっと、そんな態度をお父さんやお母さんにも取ってるんじゃないでしょうね。取ってねえよ。お前と違って俺を怒らせることはしてないからな。私はその言い方に違和感を感じた。まるで自分がこの家で一番偉いと思っているような言い方だ。
そして兄嫁も私を睨みつけていた。正直言って、あなた常識がなさすぎよ。そんなんだから結婚ができないんじゃないの？私は兄嫁の挑発的な言動に頭にきた。みゆきさんはちゃんと母の介護をしてくれてるんですか？家のことはやってるんですか？私がそう聞くと、目を見開いて兄嫁は怒った。はあ？あんたの目は節穴なの。あんたがこの家に来てる時だって見てるでしょ。私が掃除をしていたり、お母さんの介護をしているところを。確かにそういう素振りはしているが、でももう半年くらい経つが、未だに兄嫁の家事や介護はおぼつかない。もしかしたら私がいる時だけやって、あとは放置しているんじゃないかと思ってしまう。私は両親には申し訳ないと思いつつも、強行手段を取ることに。それは母の部屋に隠しカメラを設置することだ。そこで普段の兄嫁や兄がどんな態度で母と接しているのかを確認することにしたのだ。私は設置したカメラの映像を見て驚いた。まずほとんど兄嫁は母の部屋にやってこないのだ。しかも驚くことに母はトイレの際に部屋で紙瓶を使っていた。これはつまり日中に全く兄嫁が介護をしてくれないから自分でするしかないということだろう。私はこの映像だけでめまいがしそうになった。食事も適当なものを部屋の中で食べさせられていて、トイレの台の時だけ嫌そうな顔をしながら兄嫁が車椅子に乗せていた。そして夜は仕事から帰ってきた父が介護をしていた。たった一日の映像だけで私は両親の現状が分かってしまった。私はすぐに父に連絡を取った。お父さん、本当のこと言って。家の中、お兄ちゃんたちのせいでめちゃくちゃなんでしょう。どうしていきなりそんなことを。私は正直に隠しカメラのことを話した。すると父は驚いていた。ちょっと待ってくれ。母さんが日中にそんな目に遭っているなんて俺は知らないぞ。どうやら父は兄夫婦から夜だけ介護をしてほしいと頼まれて、仕事後に母の介護をしていたそうだ。兄嫁は家事が適当らしく、父は私の発言がそのことだと思っていたそうだ。父には兄嫁はちゃんと介護をしていると報告していたようで、まさか母の介護を放棄しているとは思わなかったらしい。私はすぐに実家に行き、父と一緒に兄夫婦を問い詰めた。すると兄夫婦はあろうことか開き直った。別に死んでないんだから大丈夫だろう。大げさなのよ。そのように言う兄夫婦に私よりも先に父が切れた。ふざけるな。あいつはお前の母親である前に俺の大事な妻なんだ。これ以上俺の女を傷つけることは許さない。今すぐここから出てけ。父のものすごい怒声に驚く兄夫婦。今すぐ出て行けなんて言われても困るとワーギャーわめいていたが、父は決して兄夫婦を許さなかった。結局兄夫婦はしぶしぶ実家から出て行った。おそらく実家に住み着いて家賃を浮かして楽な生活がしたかったのだろう。兄のことだから介護なんて適当にしてていいと兄嫁に言ったのだと思う。見た目を真面目そうな雰囲気に変えて私たちの懐に入り込んで好き放題やるなんて卑怯だ。私と父はすぐに母に謝った。母はいいのよ、我慢してた私も悪いしと逆に私たちに謝ってきた。その後は鍵を変えて兄夫婦が入ってこれないようにし、私も実家に移り住んだ。それからは父と二人で母の介護を分担し、三人で仲良く生活をしていた。しかしそんな中で父が心筋梗塞で倒れてしまい、そのまま息を引き取ってしまった。母は父を失い悲しみに暮れていた。私も悲しさから涙が止まらなかった。だが葬儀の準備があるので、私はいつまでも泣いてはいられない。一人で頑張って葬儀の手配をした。
父はたくさんの人に慕われていたので、葬儀にも多くの人が参列していた。そして身内だから仕方ないが、兄夫婦も葬儀に来ていた。だが兄は金髪に戻していて、兄嫁も髪を明るくして、まるでキャバ嬢のような雰囲気にしていた。おそらく両親に媚びを売る必要がなくなったから、素の状態に戻したのだろう。私はできる限り兄夫婦に関わらないようにした。だが葬儀の後に父が残したという遺言書を弁護士の方が開封するので、仕方なく兄夫婦にも同席してもらわなければならなかった。兄はどうせ俺のことなんてボロクソに書いてるんだろうけど、遺留分はちゃんともらうからなと言って退屈そうにしていた。だが弁護士の方が父の遺言書を読み上げた時、私も兄夫婦も目を見開いた。そこには驚きの内容が書かれていたのだ。父の遺言書には私と母に貯金をそれぞれ半分ずつ、そして兄にはこの実家の家を相続すると書かれていたのだ。この家はかなり広く、客観的に見てもかなりいい家だ。兄夫婦もまさかこの家が手に入るとは思わずびっくりしていた。だがすぐに大喜びし、子供のようにはしゃいでいた。あはは、マジかよ、ここが俺たちの家になるのか。まさか当初計画していた通りのことがこんな形で実現になるとはね。早速引っ越してこようぜ。おい、お前らさっさと出てけよ。ここはもう俺たちの城なんだよ。金なしババアは邪魔だから出て行ってくれる？そのように言って私たちを追い出そうとしてくる兄夫婦。どこまで母のことを存在に扱えば気が済むのだろうか。今まで散々好き放題させてもらっていた兄の恩知らずの態度に私はとことん呆れてしまった。だがどうして父は兄に家を譲ったのか。あれだけのことをされても、やっぱり息子という存在は大事だったのだろうか。私はもやもやした状態でいた。さあ、荷物をまとめましょう。隆たちはすぐに来るだろうからね。うん。確かに兄夫婦なら自分たちの都合でこの家に来て私たちを追い出してくるだろう。私と母はすぐにバリアフリーのある賃貸マンションを契約し、転居の準備をした。それから数日後、兄夫婦は本当にすぐにやってきた。まだいたのか。さっさと出て行ったよね。自己中心的な兄夫婦の態度に呆れながら、私も淡々と対応をした。お母さんは私と一緒に暮らすからね。何があってももう絶対に会わせたりしないから。私がそう言うと、兄夫婦は勝ち誇ったような顔で笑っていた。会いたくなることなんてねえよ。厄介払いができた上にこの家が手に入って最高だわ。これ以上兄夫婦のニヤニヤした顔を見るのは嫌だったので、私は残っている荷物を持って家を出た。私は母を車に乗せて運転席に座っても、兄夫婦への怒りがまだ残っていた。どうして父は兄にこんな恩恵を与えたのだろうか。すると母は優しく微笑みながらバックミラー越しに私を見てこう言った。あの子、終わったわね。え？どういうこと？あの家、当時は結構高かったのよ。だから35年ローンのうち、あとまだ20年分ほど残ってるのよね。え？たかしはあまり熱心に働いていないみたいだし、ローンの支払いは無理なんじゃないかしら。それにあの家を売ってももう価値はだいぶ下がってるから、ローンを相殺することはできずに結構な借金になると思うわ。私は母の発言で全てに合点がいった。それじゃお父さんは。このことを想定してたかしに家を相続したのでしょうね。これは父による兄への復讐だったのだ。父は兄に家だけを相続した。それを遺留分として兄に渡し、他の貯金などの財産は私と母に残してくれていたのだ。つまり兄は借金を抱えただけということだ。それから1ヶ月後、兄から連絡が来た。
おい、母さんに会わせてくれ。はあ？もう会わなくても構わないみたいなこと言ってなかった？緊急事態なんだよ。家のローンのことかしら。な、お前知ってたのか？母さんが教えてくれたのよ。20年分のローンがまだ残ってるって。でも、お兄ちゃんたちが相続してあの家に住むことを決めたからしょうがないよね。ふざけんな。ローンがあるって知ってたら断ってたよ。もう遅いし、自業自得でしょ。そもそも、あんだけお母さんにひどいことをしたのに、お父さんがあんたたちのこと許すとでも思ったの？都合よく考えすぎでしょ。せいぜい借金地獄に苦しめばいいわ。私はそう言って電話も切った。兄夫婦はこうして借金を背負い、家だけは広いのに貧しい生活を送らざるを得なくなってしまった。ちなみに私と母は、父がかなり貯金をしていたことと、母自身も昔から投資をして稼いでいたことと、私も仕事でかなり稼いでいることもあり、正直言って相当にお金がある状態。この感じだと私の老後も普通にこと足りそうな状態だ。なので私も仕事を辞めて投資生活に移行することに。現在は母の介護をしながら二人でのんびりと暮らしている。今後は新しい趣味でも探してセミリタイヤ生活を満喫しようかなと思う。うちのりょうちゃんを尻に敷くなんて最低よ。ニート嫁のくせに生意気なんだよ。俺の言うことが聞けないなら出て行け。夫に騙されている義母、そして適当なことを言って義母を味方につけている夫。もうこんな奴らに振り回されるのは嫌だ。私ならきっと新しい人生を送れるはずだ。わかりました。もうこの家から出て行きます。私がそう言うと義母は手をたたいて喜んだ。これでやっとエリートなリオちゃんが正当な扱いを受けられるわね。そうですね、やっとですね。私は微笑みながら荷物をまとめ始めた。私の名前はみゆき、34歳の会社員だ。私には最近付き合っている彼氏がいる。彼の名前はリオといって、私より3歳年下の会社員だ。彼との出会いは合コンだった。イケメンで明るくて話が面白かった彼に私は惹かれてしまった。そして彼は大企業に勤めているらしく、社会人としてもちゃんとしているようだ。彼も私に惹かれたようで、私たちはすぐに二人で会うようになった。その後付き合うようになり、現在も順調に交際を続けている。彼は優しくて紳士的な人だ。そして大企業に勤めていながらも倹約家で、あまり無駄遣いをしない人だった。私とデートに行っても割と安い店が多いのだ。私は別に高級レストランとかにそこまで惹かれるタイプではないので、無駄に高価なデートでもてなされるよりも安いお店でリラックスしながらワイワイする方が好きだ。そういう点も彼への印象が高かったポイントの一つだ。そうして彼との交際を続けていたある日、彼からプロポーズをされた。もちろん私は二つ返事でプロポーズを承諾。彼となら幸せな結婚生活を送れると、そう思って疑わなかった。しかしこの彼との結婚が私にとっての地獄の始まりになるなんて。私と彼はすぐにお互いの親に挨拶に行った。私の親は彼のことをすぐに気に入り、結婚を承諾。そして次は彼のご両親に私が挨拶をする番だ。彼のご両親は温かく私を出迎えてくれた。優しそうなご両親で安心したのだが、私は少し引っかかることがあった。それは彼の母親のことだ。リョウは大手企業で働く超エリートでね、何でもできる素晴らしい子なのよ。息子の功績を称えることは別にいいと思うのだが、なんというか溺愛している感じが少しあった。だが彼の父は至って普通で、ちゃんと社会人になってくれて安心しているよと言って、冷静に息子のことを見ているという感じだった。二人とも私と彼との結婚を認めてくれて、私は一安心。そして結婚式をして新婚旅行にも行って、私たちは夫婦としての生活を始めた。
しかし夫と暮らし始めてから私は驚いたことがある。それは夫の金遣いの荒さだ。夫はデートの時は安い場所で済ませていたのに、自分の趣味のものなどにはとことんお金をかける人だったのだ。ちょっとこれって同じ服じゃないの？色違いで3枚欲しいじゃん。そんなにいる？1枚いくらなの？1枚2万くらいしたかな。それじゃあこの服だけで6万じゃない。もったいないでしょ。何言ってるんだよ。全部欲しかったんだからいい買い物だよ。俺の稼ぎを俺がどう使おうと勝手だろ。いやいや、独身時代ならそれでもよかったかもしれないけど、今は結婚して2人で生活してるんだから、もう少しお金の使い方考えてよ。私がそう言うと夫はシュンとした。確かにそうだよな。ごめんな、ちょっと配慮に欠けてたよ。夫はそう言って謝ってくれた。よかった、分かってくれて安心したよ。私は夫が話の通じる人でよかったと思ったのだが、この後夫は衝撃の事実を告げた。二人でお金のことは全て折半になるんならさ、借金も半分こだよな。借金？もしかして借金があるの？実はそうなんだ。一体いくらなの？私が緊張しながら聞くと、夫は驚きの金額を言った。300万くらい。そんなに？どうしてそんな多額の借金を背負ってるの？いや、リボ払いとかいろいろ使い込んでいたらいつの間にか借金が膨れ上がっちゃって。そう言って母と笑う夫。私はクラクラして倒れそうになった。笑い事じゃないでしょ。でもあなた大手企業に勤めてるじゃない。なんでそんなに借金が膨れ上がっちゃうの？実は。夫はさらに驚きの発言をした。夫が働いているのは大手企業ではなく、その大手企業の子会社の子会社らしく、給料もかなり安いらしい。詳しく聞くと夫の手取りは15万円だそうだ。私は本当に気を失いそうになった。あなた私に嘘をついてたの？いや、そういうつもりじゃ。完全に嘘ってわけではないしさ。私は夫に対してかなり失望したが、それでも結婚したばかりだし、夫のことを完全に嫌いにはなっていなかった。幸い私は中小企業での勤務だったが、役職についていたのでかなり給料がいい方だった。だから私が頑張れば2人の生活費と借金の返済はなんとかなるだろうと思ったのだ。そうして私は夫の借金を毎月返済することになった。300万の借金なんて早く返してしまいたい。だから私は毎月10万を返済に充てようと考えた。本当ならそのうちマイホームでも建てようと思ったが、そんなことは無理だ。一時的に住もうと思っていたこの部屋は家賃は手頃な価格だし、しばらくはこの部屋で生活をするしかない。私はこれからのことをいろいろと頭で考えながら整理していた。どう計算してもなかなか大変なことには変わらない。夫にももちろん借金の返済は協力してもらって、そして生活費もうまくやりくりしていかなければ。それからというもの、私は節約に励んだ。毎日の献立を考えてちゃんと自炊して、休みの日は安い八百屋で野菜を買ったりした。私は飲み会が好きだったので、よく同僚と飲みに行っていたのだが、それも控えた。まずは借金を返済すること、それを第一として一生懸命頑張った。毎月10万を出すのはなかなか大変だったが、自分でも本当によく頑張っていると思う。今月もちゃんと10万振り込んだからね。ありがとうみゆき、本当に助かるよ。マジで感謝しかないよ。俺絶対にお礼するから。まずは早く全額返しちゃいましょう。こうして返済と節約生活を続けて、あっという間に半年が過ぎた。夫も手取りから5万ほど返済に充てていると言っていたし、現在は2人合わせて90万返済しているということだ。でも残りまだ210万もある。気を引き締めて頑張らないと。そう思った時、いきなりインターホンが鳴った。私が出るとそれは宅配業者だった。
こんな大荷物、一体何が届いたのだろう。サインをして受け取った荷物を見ると、それは夫宛てだった。私は嫌な気分がして、夫の確認をせずに開けて中身を見た。するとそこには、男性のブランド物の服やカバンが入っていた。何よこれ。私が驚いていると、夫が目を覚まして起きてきた。私はすぐに夫を問いただした。ちょっと、なんでこんなもの買ってるの？あなたまだ借金残ってるのよ。私がそう怒鳴ると、夫はとても嫌そうな顔をした。朝っぱらから怒るなよ。だいぶいいペースで返済できてるんだから別にいいだろう。ちょっとしたご褒美だよ。ちょっとしてないのよ。こんな高いものを何点も買って。一体総額いくらしたの？別にいいじゃないかよ。そんなこと気にしなくても。気にするわよ。私は段ボールの中に領収書を見つけたので、それを手に取って金額を確認した。ちょっと、総額30万じゃない。おい、勝手に中身を見るなよ。うるさいわね。こんな無駄遣いしてどういうつもり？30万なんてあなたがこの半年間で返済したお金と同じ額じゃない。これじゃあ私が一人で返済しているようなものでしょう。私が感情的になってそのように怒ると、夫もイライラしてきたのか言い返してきた。だからご褒美って言ってるだろ。俺だって頑張って返済に当ててたんだ。息抜きくらいさせてくれよ。理不尽な逆切れだが、私だって負けるわけにはいかない。息抜きの程度が激しすぎるのよ。もう我慢できないわ。これからは私が全部の家計を管理する。あなたのクレジットカードと通帳と印鑑、キャッシュカードも全部預かるから。ちょっと待てよ、それはやりすぎだろ。何言ってるのよ。あなたがそうやって返済した分使ってたら、いつまでも借金は減らないんだから。これからは私があなたの給料も管理してお小遣い制にします。夫はずっと文句を言っていたが、私は一歩も引かなかった。結局夫が根負けして私に全てを託した。私は金庫を買って、そこに夫の通帳などを全て入れた。それからは私が10万、夫の給料からも10万を返済に充てた。夫への小遣いは毎月3万、残りの2万は生活費の足しにしている。このペースなら大丈夫そうだ。私は少し希望が見えた気がした。だが、そんな生活を続けていたある日、いきなり義母が家にやってきた。お母さん、どうしたんですか？急にやってきて。義母は私を睨みつけている。あんたね、りょうちゃんに意地悪をするなんてどういうつもり？え？意地悪？そうよ。りょうちゃんからお金を搾取して、りょうちゃんには少ない小遣いで貧しい生活を強いているそうじゃない。私は目が点になった。この人は一体何を言っているのだろうか。だがこの時、私は結婚の挨拶の時のことを思い出した。そういえば義母は夫について大企業で働いていると言っていたのだ。もしかしたら義母も夫に騙されているのかもしれない。私は義母を落ち着かせて正直に話した。実は亮さんは大企業で働いているんじゃないですよ。だから給料も低くて、手取りは15万くらいしかなくて、しかも多額の借金を背負ってて。だが、私が話し終わらないうちに義母は話を遮った。亮ちゃんの言う通りね。え？あなたのその妄想は何なの？虚言癖もいい加減にしなさい。そんな、私は嘘なんかついていません。そうやってりょうちゃんを困らせてお金をむしり取るなんてありえないわ。私はびっくりしてしまった。どうやら夫は私が正直に話すことを想定して先手を打っていたのだ。義母は息子である夫を溺愛しているようだし、息子の言うことの方が正しいと思っているのだろう。私がいくら説明しても聞く耳を持ってはくれなかった。さらに義母は私のことを散々罵倒してきた。りょうちゃんから奪ったお金、あんたが使い込んでるんじゃないの？え？あなた働いていないのに全く家事をしないそうじゃない。それに金遣いも荒いって聞くわ。いやいや、それは私じゃなくて夫ですよ。しかも私はちゃんと会社員ですし。またそうやって嘘をついて、りょうちゃんに罪をなすりつけようとする。話の通じない義母に困っていると、夫が起きてきた。ああ、母さんもう来てたんだね。りょうちゃんおはよう。
今ちょうどこの女に説教をしていたところよ。ありがとう母さん。俺の言うこと全然聞いてくれなくてさ、通帳とかキャッシュカードも取られちゃって困ってたんだ。大丈夫よ、私に任せなさい。必ず取り戻してあげるから。そう言うと義母はまた私の方を向き、思いっきりにらみつけてきた。早くりょうちゃんのものを返しなさい。うちのりょうちゃんを尻に敷くなんて最低よ。義母がそう言うと夫もニヤニヤしながら乗っかった。俺ももうお前に容赦しないぞ。俺の通帳やクレジットカードを返せ。ニート嫁のくせに生意気なんだよ。俺の言うことが聞けないなら出て行け。夫に騙されている義母、そして適当なことを言って義母を味方につけている夫。もうこんな奴らに振り回されるのは嫌だ。私ならきっと新しい人生を送れるはずだ。わかりました、もうこの家から出て行きます。私がそう言うと義母は手をたたいて喜んだ。これでやっとエリートなリオちゃんが正当な扱いを受けられるわね。そうですね、やっとですね。私は微笑みながら荷物をまとめ始めた。まさか本気で出ていくと思わなかった夫は途端に慌て出した。お、おい、本気で出ていくのか。あなたが言ったんでしょう。出ていくわよ、今までご迷惑をおかけしました。私はそう言って頭を下げた。勝ち誇った顔をしながら義母は、ふん、今更謝ったって遅いのよ、と言った。りょうちゃんも今度はもっといい女性を嫁にもらわないとね。夫は顔を引きつらせながら、ああ、と言っている。どうやら自分の置かれた状況はちゃんとわかっている様子だ。私はすぐに引っ越し業者に電話をした。明日には来れるみたいなのですぐに予約した。引っ越しは明日になります。そう、それじゃあ明日はお祝いをしなきゃね。義母はそう言って嬉しそうに帰っていった。夫はその後私に何度も謝ってきた。俺が悪かった、だから離婚するなんて言わないでくれよ。私は夫が話しかけてきても全て無視して自室にこもった。そして翌日、引っ越し業者が来て私の荷物を運んでいく。夫は青い顔をしながらずっとそれを眺めていた。すると義両親が家にやってきた。いや、これでやっと厄介払いができるわね。喜ぶ義母とは対照的に義父は怪訝そうな顔をしている。ゆきさん、息子や妻が言っていることは本当なのかい。義父は最後に私にそう聞いてきた。どうやら夫のことを疑っているようだ。私はこの人ならちゃんと話を聞いてくれるかもしれないと思い、すべてを正直に話した。すると義父は驚き、私に謝罪をした。本当にバカな息子とバカな妻が迷惑をかけてすまなかった。あいつにはちゃんと言って聞かせる。みゆきさんが今まで肩代わりしてきた約100万円分のお金は私が君に返して息子に支払ってもらうことにする。そして義父は夫を呼び出した。お前は嘘をついただけでなく、みゆきさんに散々迷惑をかけてどういうつもりだ、この人手なしが。義父の怒声に夫は完全にビビっていた。あなた、なんでりょうちゃんを叱るの。うるさい、お前が何でもかんでも甘やかすからこうなったんだ。お前も少しは反省しろ。義母も義父の怒声にびっくりして怯えていた。こいつは大手企業には働いていないし、借金まみれでその返済をみゆきさんに任せていたんだぞ。そんな、それはみゆきさんの虚言でしょ。じゃあ寮に真実を聞こうじゃないか。おい寮、社員証を出せ。ほらな、もう嘘をついていることが確実になったぞ。お前のことを信用していた私がバカだった。見栄なのか何なのか知らないが、親に就職先について嘘をつくなんてな。それとも母親が溺愛しすぎて何でも買い与えるからエリートという設定にしておいた方が都合がいいと思ったのか。夫は義父の言葉にドキッとしている。どうやら図星だったようだ。情けない男に育って俺は本当に悲しいよ。お前たち早くみゆきさんに謝りなさい。義父がまともな人でよかった。夫と義母は私に失礼な言動をしたことを無理やり義父に謝らされていた。まあ
もう私は彼らのことを許すつもりはないのでいいのだが、それでも二人が成敗されたのはスカッとした。その後、無事に離婚が成立し、義父から私が返済した100万円分のお金が振り込まれた。元夫と元義母は元義父の指示で元義父の兄の農家に飛ばされて、現在は厳しい指導のもと農作業をやらされているらしい。そして寝床と飯を提供する代わりに、二人の給料はすべて元義父に送られて、元夫の借金の返済に充てられているそうだ。本当にいい気味だ。一方、私は相変わらず仕事を頑張っており、現在は単身用のマンションで快適に暮らしている。これからも仕事に打ち込んで、さらに昇進を狙っていこうと思う。そうだ、俺は離婚しないからな。お母さん。何よ。彼を説得してください。え？今、私が持っている離婚届を書かせれば、あなたがあのお金をどこに隠したのか私は言いません。でも彼がここで離婚届を書かないというなら、隠し場所を話します。私はアキナ、とある企業で働いている。夫の正隆とは友人を介して知り合い、結婚して半年を過ぎたところだ。当時交際中だった彼はとても清潔感のある人で、お互いに車好きということもあり、共通の趣味を通じて仲を深めていった。車好きといっても、パーツにお金をかけるとか、自分の車をカスタムするとか、そういった趣味ではなく、クラシックカーやレーシングを見に行ったりすることが好き。だからお金がかかる趣味というわけではなく、そういったイベントごとをデートの範囲で見に行くって感じだったんだよね。しかしこれは席を入れてから発覚したのだが、夫はカスタム好きだった。お互いに都心に住んでいた私たちは車デートをしたことがない。デートはいつも電車で行けるところだったし、仕事も忙しかったから遠出なんてできない。夫はそれをいいことに自分の車をひた隠しにしていた。少々の騙された感はあったが、私もあえて質問をしたわけではない。幸い私たちはお互いに働いているし、お金に余裕がある。だから多少カスタムにお金をかけることは了承の範囲だと割り切ることにした。しかし浪費家の子の親もまた浪費家である。子供は親に似ているとはよく言ったもので、義母も自分の趣味にお金を使っている。そしてその趣味代を援助しているのは私たち夫婦だ。義母は年金暮らしだし、娯楽のために多少の援助はしてあげたいと思う。年金だけでは心もとないこともあるだろう。これは善意の心から援助しているものだ。だから三つ指をついて感謝しろとは思わない。しかし義母は私たちが援助することがもはや当たり前とすら思っているのではないかと思ってしまう言動が目立つ。結婚当初、月に3万円の援助から始まったが、あれやこれやとお金がかかると義母が要求し、結婚して半年、今では月10万も義母に渡している。夫の浪費に義母の浪費、これでは二人馬力で働いていても先立つものを貯めることすらままならない。私はこのままではさすがにまずいだろうと夫に話を持ちかけた。ねえ、お母さんのことなんだけど。何？さすがに月10万も渡せないんだけど、3万円って話だったよね。うん。うんじゃないよ。私たちにだって私たちの生活があるんだよ。でも別に困ってないじゃん。今はね、これから将来のためにお金を貯めておかなきゃでしょ。将来のため？例えば？あなたさ、私と結婚するときに何て言った？夫はムカつくキョトン顔を見せている。すぐにでも子供が欲しいと言ってませんでしたっけ？ああ、はいはい、欲しいよ。じゃあお金貯めなきゃだよね。うん、でも俺もアキナも働いてるんだし大丈夫じゃない？あんた私に身重で働けってこと？産休も育休も取るなと。そんなことは言ってないよ。でも仕事を辞める気はないんでしょ？だったら問題ないでしょ。あのさ、
産休育休中って全額給与が支給されるわけじゃないんだよ。え？そうなの？ほんと、お気楽なもんだよね。まあ、なんとかなるでしょう。先のこと心配するなんて時間がもったいないよ。なんか問題が起こったらその時考えればいいじゃん。今問題が起こってるから考えてるんですけど。まあまあ、俺から母さんに話しておくからさ。絶対だよ。わかったわかった。夫は義母に話をすると言ったが、その後一向に義母の浪費癖が改善することはなかった。義母に呼ばれて義実家へ行けば、また私には価値のないものが増えている。いらっしゃい、待ってたのよ。ねえ見て見て、また新しいコレクションを手に入れたのよ。ねえ見て、このユン様素敵でしょ。義母はどこぞの国の俳優のグッズを集めることに夢中になっている。私の間でもね、私が一番コレクションの数が多いのよ。あのね、どれだけユン様のグッズを持っているかでユン様への本気度が測れるの。あそうですか。もう苦笑いするしかない。そのユン様だかペン様だかのグッズは私たちが支援しているお金から出ている。ね、これいくらだったと思う？義母は等身大ポスターを満面の笑みで私に見せる。3000円くらいですかね。もうやだ、アキナちゃん。これだから価値のわからない人は。1万8000円よ。え？これは3万円でしょ？こっちは2万5000円ね。次から次へと最新のグッズを見せびらかしてくる。もう私の笑顔は引きつっているだろう。年金の範囲内で自由を謳歌するなら何も言わない。それに月3万円であれば援助することに文句はない。しかも義母は私たちが援助していることに一度だって感謝の意を示してくれたことはない。一度ありがとうと言ってくれればまだ気持ちも落ち着くというものだが、当たり前のように援助を受け、それを当たり前のように散財する。さすがにこれは問題だろう。しかし義母はそんな私の気持ちをよそに、とんでもない発言をした。今度ね、仲間うちでユウ様のドラマ撮影地に旅行へ行きたいのよ。へえ、そうなんですね。って、え？それって30万円現金でお願いね。悪びれもせず、いい花つぎぼに無性に腹が立った。ちょっと待ってください、さすがにそんなお金渡せないですよ。あら、どうして？家計に響くからですよ。だってあなたたち2人とも働いてるじゃない。そのくらいのお金何とでもなるでしょ。アキナちゃん、私はマサタカを一人前になるまで育て上げたのよ。そのご褒美があったっていいじゃない。親が子供を一人前の人間に育てることは当たり前だ。それにご褒美って何を言い出すのか。とにかく30万は無理ですよ。アキナちゃんってケチなのね。ケチ？今まで支援をしてきているのに。マジでふざけんなよ。私は無言で義実家を後にした。そして帰宅した夫に責められるのだ。母さんから聞いたよ、30万出せないって言ったんだって。母さん泣いてたよ。で？でって何？どうして出してあげないの？どうして心よく出してやろうと思えるのか、こっちが聞きたいわ。だって親だよ。親が困ってたら助けたいって思うだろ。思うよ。だったらあなたの母親は自分の娯楽のためにお金を要求してるんだよ。それって困ったことって言わないよね。困ってるだろ。俺たちが金渡せなきゃ母さんは旅行に行けないんだぞ。散財するからいけないんだろ。散財って、余生を楽しむことのどこが悪いって言うんだ。余生を楽しむことをダメだって言ってるんじゃないでしょ。そもそもさ、あなたお金のことちゃんとお母さんに話した？え？何のこと？こないだあなたが援助のことお母さんに話すって約束したでしょ。え？そうだっけ？夫は
私が真剣に訴えたことを忘れていた。子供のためにお金貯めたいからって話したでしょ。そうだったそうだった、ごめん。ちゃんと話すからさ、もうこの話はおしまい。は？それよりさ、聞いてよ。俺さ、車買い替えようと思うんだよね。は？いきなり何言い出すの？いきなりじゃないよ。俺は結構前から考えてたんだよね。もう今の車のカスタムにも飽きてきたしさ、購入したらもちろん助手席乗車1号はアキナだぞ。カッコつけてるわ。全然心に響きませんけどね。私が今キーセン君を話してるのに何を考えてんだこいつは。俺さ、もう気合い入れてお金下ろしてきた。は？いつ買うの？週末だよ。もうあとはお金払うだけだからね。ほら、大金だよ。夫はカバンの中から分厚い封筒を取り出し、ニコニコしながら私にそれを見せつけた。現金で買うの？うん、現金一括だよ。ローンなんてもったいないからね。いくら？320万だよ。本当は340万するんだけど、即決するから20万負けてくれるって言ってさ。もう即決だよね。本当にこの人は能天気な人だ。今持っている車はまだまだ乗れる。なぜ買い替える必要があるのか私にはわからない。これから子供をと考えている中で新車に320万突っ込もうとしている。こんな夫もういらないだろう。この時私は夫を見限った。お母さんのことだけど。ああ、またその話？じゃあさ、お金は出さなくていいから貸してあげるならいいだろ。貸すなら帰ってくるんだし、それでいいでしょ。もうこの話は終わりね。テンション下がるから。わかった。じゃあ貸すことにするわ。うん、よろしくね。夫は上機嫌に大金の入った封筒をタンスにしまった。そして週末、私は夫より早く起床し、義母の元へ向かった。義母にお金を渡すと大喜びだ。まさたかに怒られたんでしょ？まあ、そうですね。全面的にお母さんの味方でしたよ。そうでしょ？あの子は私が手塩にかけて育てた息子だからね。私のことをとても大切にしてくれてるのよ。やっぱり誰かさんみたいな他人とは違うのよね。そうですね。誰かさんは所詮赤の他人ですからね。わかります。そこへタイミングよく夫から連絡が入った。何もかも思い通りである。アキナ、あのさ、俺の320万知らない？助かる、消えてる。泥棒が入ったのかな？どうしよう。泥棒？いや、入ってないよ。だって大金が消えてるんだぞって。お前今どこにいるの？お母さんのところだけど。え？今日行くって言ってたっけ？だってあなたが早くお金貸してやれって言ったじゃない。あ、そっか。とにかく今大変なことになってる。とりあえず戻ってきて一緒にお金探してくれる？夫は今までに見たことがないほど慌てているご様子だ。探す必要はないよ。え？だってお母さんに渡したから。え？お母さんに渡した。お前何やってんだよ。何って、お金渡しただけだけど。ふざけんなよ。あれは俺のお金だろ。うん、そうだよ。なんで渡しちゃうんだよ。あなたが渡せって言ったんでしょ。俺は30万渡してやるって言っただけだろ。なんで320万も渡すんだよ。ああ、そうだっけ。お前、母さんから返してもらってこいよ。嫌です。ああ、もう拉致が開かねえわ。夫は勢いよく電話を切った。おそらくこちらへ来るつもりだろう。お母さん、大変。正隆さんがお金を取り返しに来ます。え？どうして？それは俺が車を買う金だって言ってました。お母さん、どうしましょう。義母の答えなど分かっている。
大金を目の前にした今、彼女は絶対にそのお金を手放さないだろう。大変、隠さなきゃね。ほらね、返す気などさらさらないのだ。そして義母はタンスに大金をしまった。親子ってしまうところまでそっくりなのね。義母は固く私に口止めをして、私もそれにうなずいた。その15分後、息を切らした夫が義実家へ飛び込んできた。母さん、俺の320万は。もらったものは返さないわよ。母さん、待ってよ。あげてないから、貸すだけ。って言っても、返して、今すぐ。嫌だね。おい、アキナ、元はといえばお前のせいなんだぞ。お前も何とか言えよ。自分のお金を渡すのは嫌なんだね。ああ。家計から出すお金はよくても、自分の好きに使うお金の中から、お母さんにお金を渡すのは嫌なんだね。いや、そうじゃないよ。だって、どう考えても大金だろ。月10万渡してれば、3年も経たずして同じ金額になるけど。そういうことを言ってるんじゃないだろう。そういうことを言ってんだよ。私はこれまで何度も訴えてきた。でもこの半年間何も変わらなかったね。もう愛想が尽きたわ。離婚する。は？離婚とかそんな簡単に言うなよ。まだ結婚して半年だろう。あなたにとっては簡単なんだね。こんな息子の大金意地でも返さないような親にもうんざりだわ。ちょっと、あなた、なんてこと言うのよ。そうだ、俺は離婚しないからな。お母さん。何よ。彼を説得してください。え？今、私が持っている離婚届を書かせれば、あなたがあのお金をどこに隠したのか私は言いません。でも、彼がここで離婚届を書かないと言うなら、隠し場所を話します。金に目がくらんだ義母の行動は早かった。自分が大金を隠し持っていることは棚にあげ、夫を説教し、子供が親にお金を渡すのは当然のことだ。あんたの嫁はこの先私にお金を渡すことを拒むだろうと何度も繰り返す。そして普段から洗脳されている夫はそれに感化され、さらっと離婚届を記入したのだ。ああ、これでやっと離婚できる。もちろん義母に保証人欄を書かせることも忘れてはいない。もう一人は私の母親だ。事前に頼んでおいて本当によかった。私は離婚届をつかみ義実家を飛び出した。そしてその足で役所へ向かい、離婚届は無事受理されたのだ。離婚後、元夫からは一度だけ連絡があった。マンションを引き払った後、彼は義実家に身を寄せたのだが、相変わらず母親からお金の無心をされているという。聞けば私たちが結婚する1年前に他界した義父の残してくれた財産を私たちが結婚する前に使い果たしていたそうだ。そんな散財ババアがおぶさっているやつと人生を共に歩もうとする人なんてこの先現れないだろう。元夫はやり直したいと言っていたが、私は何も言わずに電話を切った。もう関わる必要もない人だから。結婚生活はとても短かったが、まあそれなりに勉強になったかな。これでもまだ恋愛は諦めてはいない。今度こそ素敵な人と出会えるといいな。ババアの介護をよろしくな。そう言ってキャリーケースを持って家を出て行った夫。どうしてそんな勝手なことができるのだろうか。私は呆然と立ち尽くしながら夫がいなくなった玄関を見ていた。すると数秒後、義母と目が合った。あ、お母さん、起きてたんですか。やばい、今の夫の発言を聞かれていたのだろうか。私が慌てていると義母は優しく微笑んでこう言った。今すぐこの家を売りましょう。私の名前は茜、32歳の主婦だ。夫のヒロトとは結婚して2年になる。私たちの出会いはもともと同じ職場で働いていたことがきっかけだった。彼は私の3歳上で、私が入社した時に私の教育係を担当してくれた。
そこで私は彼に憧れるようになり、それは独り立ちしてからも同じだった。そしてそれから一緒に同じ仕事をするようになり、少しずつ距離が縮まっていった。その後、彼と飲みに行くようになり、ちょっとしたメッセージのやり取りもするようになる。彼の気持ちも私に傾き始めていることを感じ、その頃からデートにも誘われるようになった。そして何度かデートを重ねた後、彼が私に告白をしてくれて、私たちは付き合うことになった。それから順調に交際を続けていった私たち。彼はとても優しく紳士的で、付き合っている時も私のことを大事にしてくれた。そして交際を始めてから1年半ほどが経った頃、彼は私にプロポーズをしてくれた。これからもずっと俺のそばにいて、俺のことを支えてほしい。俺と結婚してください。はい、よろしくお願いします。こうして結婚することになった私たち。すぐにお互いの親に挨拶をしに行った。結婚の報告は問題なく終わり、両家の顔合わせも済ませて、私たちは結婚式を挙げた。たくさんの友人や会社の人たちが参列してくれて、私たちの結婚を祝福してくれた。それから海外に新婚旅行に行き、帰国後に私たちは新婚生活をスタート。新婚生活はとても楽しかった。夫から結婚したら家庭に入ってほしいと言われたので、私は仕事を辞めて専業主婦になった。それからは一生懸命に家事を頑張り、夫のことを支えていった。もともと一人暮らしの期間が長かったので、自炊や掃除などは問題なく行えている。私は料理も好きなので、夫に振る舞っている手料理もいろんなメニューを作ることができている。夫は私が作る料理をいつも美味しいと言ってくれて、満足そうに食べてくれる。専業主婦は専業主婦でいろいろと忙しくて大変な部分も多いが、それでも夫が幸せそうに食べてくれるだけで、また頑張ろうと思えるのだ。そして休みの日は一緒に出かけたりして楽しい時間を過ごせている。そうやって幸せな新婚生活を過ごしていた私たち。だが結婚生活が2年経ったつい最近のこと、状況が少し変わる出来事が。それは義父が急病で亡くなってしまったことだ。義父の死はあまりにも突然のことで、すごくショックだった。葬儀にはたくさんの人が参列していたので、きっとかなり人望が厚かったのだろう。そして葬儀が終わった後、夫がこんな提案をしてきた。母さんを一人にするのはかわいそうだから、同居したいんだけどどうかな。え、同居？ああ、やっぱりこういう時こそ俺たちが支えてあげないといけないと思うんだ。俺は一人っ子だし、他に頼れる人もいないからさ。そうね、わかったわ。私は夫の提案に乗ることにした。同居は不安だが、義母は私にも優しかったし、確かに義母を一人にするのは心配だった。夫は私に感謝をし、すぐに義母に同居を提案していた。義母は最初は遠慮していたようだが、私たちが何も気にしていないし遠慮しなくていいことを伝えると、同居することに感謝していた。お母さん、今日からよろしくお願いします。ええ、こちらこそよろしくね。いろいろと至らないところがあるかもしれませんが、その時はご指導のほどお願いします。いやいや、私が指導するほどのことなんてないわよ。私もまだ体は動けるし、一緒に家事を頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。義母はとても優しくて、私は一緒に暮らしていてものすごく楽しかった。料理とかは分担していたのだが、義母は私が使わないような調味料を持っていて、私の料理のレパートリーも義母のおかげで増えた。義母はいろんな面白い話も聞かせてくれて、私はいつも笑わせてもらっていた。義母も娘が欲しいと思っていたのよと言っていて、平日の日中にたまにランチに行って、喫茶店でお茶をしたりと、とても仲良く義母と過ごしていた。最初は姑に当たる人と同居になってうまくいくか心配なところがあったが、思っていた以上に楽しくて幸せで、むしろ同居してよかったと思っているほどだ。だが同居を始めて少し経った頃から、夫の仕事がだんだん忙しくなっていった。今までは遅くても19時半くらいには帰ってきていたのだが、最近は早くても22時過ぎに帰ってくる感じだ。遅い時は日付を超えて終電で帰ってきていて、晩ご飯を食べないことも多かった。
せっかく義母と用意したのに食べてもらえないのは寂しかった。まだ翌日のお弁当に入れられるものならいいが、お弁当に入れられないものは私と義母がお昼に同じものを食べないといけなかったので苦痛な時もあった。それでも夫は仕事を頑張っているからしょうがないと我慢をしていた。現在働いているのは夫だけだし、夫のおかげで食べさせてもらえているからだ。それに義母と二人でいても楽しかったのが救いだったと思う。夫の晩ご飯については調理前に具材だけ準備しておいて、夫が家で食べる時だけパパッと作るようにした。それで基本的に解決したし、夫が一生懸命に仕事を頑張ってきてくれているのも素直に応援できるようになった。そうやって私は幸せな日々を過ごしていた。だがある日、私はとある違和感に気づいた。それは義母のことだ。なんていうかぼーっとしていることが増えたのだ。どこか一点をずっと見ていて、呼んでも気づかないことまでもあった。私はさすがにこれはまずいと思い、夫に相談をした。夫もそんな状態に義母がなったのは初めてだと言い、病院に連れて行くことに。すると医師から驚きの事実を告げられたのだ。なんと義母はうつ病だと診断されたのだ。私はいつも義母と楽しくお話をしていたし、一緒に暮らしている中で義母の笑顔をたくさん見てきたから、にわかには信じられなかった。どうして母さんがうつなんか。夫もわけがわからないようで困っていた。だがここ最近の義母は本当に落ち込んでいることが多い。もしかしたら義母は義父を失ったショックや悲しみを心の内に閉じ込めていて、それがたまに出てきて急に暗い気持ちになってしまうのではないだろうか。私は義母がうつ病だと診断されて驚いたが、それでも私にできることがあれば何でもしてあげたいと思った。私たちで支えてあげないとね。ああそうだな。ヒロト、どうかした？俺仕事が忙しいからなかなか母さんのこと構ってあげられないと思うんだよね。だから母さんのことを任せていいか？え？丸投げをするってこと？いや、そういうわけじゃないんだけどさ。ずっと家で一緒にいるのは茜だし、茜に任せたいなって思うんだよね。こういうのってどちらかに任せるとかじゃないでしょ。協力し合わないと。わかってるけどさ、俺はこの家の生活を支えていかないといけないだろ。それだけで精一杯なんだよ。専業主婦なんだから任せたよ。そんな。夫はそうやって私にうつ病の義母を丸投げしてきたのだ。自分の母親のことなのにどうしてそんな勝手なことが言えるのだろうか。私は夫の態度を疑問に思った。そしていざという時にあまり頼れないかもしれないなと思った。だがいつまでも文句を言ってても仕方ないので、私は義母に寄り添うことにした。お母さん、調子はどうですか？ええ、大丈夫よ。ごめんなさいね、茜さん。なんだか気持ちが沈んじゃって。いいんですよ。私は何でも話を聞きますから、お母さんの話せそうなタイミングで話してください。何か悩み事があっても吐き出せば楽になりますから。ええ。義母はそう答えながらも落ち込んだ顔をしていた。やっぱり何か抱え込んでいるんだな。少しでも私が心を軽くさせてあげられたらいいのだけれど。私はそうやって思っていたが、夫は全く義母を気にしている様子はなかった。それどころか夫はどんどん帰ってくる時間が遅くなり、休日も勝手に出かけるようになった。俺はずっと家にいたら息が詰まりそうなんだよ。だから息抜きをさせてくれよ。夫はそうやって好き勝手にやっていた。義母がうつ病で苦しんでいるというのに、どうしてそうやって自分中心に生活ができるのだろうか。そして夫はだんだんと家に入れてくれるお金も減っていった。どうして残業をたくさんしているのに家に入れるお金が減るの？仕方ないだろう。俺だって出世のためにいろいろと付き合いがあるんだから。俺の小遣いを増やそうと思ったらそうなったんだよ。そんな。夫の横暴な態度にどんどん私は気持ちが冷めていくのを感じた。そしてある日、義母が高熱を出してしまった日があった。急いで病院に連れて行き、私は看病していたのだが、夫にそのことを伝えるとぎょっとされた。はあ？熱？勘弁してくれよ。え？俺明日から旅行なんだよ。え、旅行ってどういうこと？
友達と海外旅行なんだよ。そんなの聞いてないけど。お前に先に言ったらぐちぐち言われるから黙ってたんだよ。そんな、ていうかお母さんが高熱を出しているのに旅行に行く気？当たり前だろ。それよりも俺に絶対に移さないように、絶対に母さんがいる時に俺を呼ぶなよ。夫は腕で口を隠すような動作をしながら寝室に入っていった。本当に最低だ。自分の母親が高熱を出して苦しんでいるのに病原菌扱いして近寄らせるな、だなんてよく言えるな。私は一気に夫への愛情が冷めていくのを感じた。こんな人がたった一人の息子だなんて、お母さんが本当にかわいそうで仕方ない。そして夫は食事の時も居間に来ようとせず、荷造りを終えるとどこかに出かけていった。それから1時間程度で帰ってきたから外で食事を済ませたのだろう。本当に自分勝手すぎる。翌朝、夫は朝早くに起きて朝食を食べていた。普段なら絶対に起きない時間なのだが、きっとそれだけ海外旅行が楽しみなのだろう。旅行には何日行くの？1週間だよ。は？1週間？ああ、せっかくの海外なんだ。思いっきり楽しまないとな。あ、そう。もう言葉すら出てこなかった。この人にとって家庭というのはどうでもいいことなのだろう。そして夫は鼻歌を歌いながら玄関に向かっていった。ババアの介護をよろしくな。そう言ってキャリーケースを持って家を出ていった夫。どうしてそんな勝手なことができるのだろうか。私は呆然と立ち尽くしながら夫がいなくなった玄関を見ていた。すると数秒後、義母と目が合った。振り返るとそこに義母がいたのだ。あ、お母さん、起きてたんですか。昨日熱を出して寝ていたからまだ眠っていると私は思っていた。やばい、今の夫の発言を聞かれていたのだろうか。私が慌てていると義母は優しく微笑んでこう言った。今すぐこの家を売りましょう。え？私は義母の発言がよくわからなかった。どういうことですか？もうあの子につけてやれる薬はないわ。あの子とは離婚して家も売って離れましょう。義母はそう言った後に驚きの事実を私に報告した。え？不倫？ええ、あの子は不倫をしているわ。これが証拠なの。義母はそう言って更新所に依頼したという調査結果を私に見せた。そんな。そこにはバッチリ夫と不倫相手が写っていた。きっと今日からの旅行だってこの女と言ってるんでしょ。私、息子が不倫をしてあなたを裏切っていると知って動揺してしまってね。伝えたいけど、あなたの苦しむ顔を見たら私も締め付けられるほどに苦しくなりそうで言えなくて。それに私もあなたにとっては不倫をした母親だから敵になってしまうんじゃないかと怖くて、それでずっと言えずに思い悩んでしまっていたの。え？それじゃあお母さんがうつ病だと診断されたのって。おそらくは息子の不倫が原因ね。そうだったんですか。義母がそこまで追い詰められていたなんて。そりゃ息子が浮気しているだなんて話すぐにはできないだろう。私は私だけでなく義母のこともこうやって苦しめていた夫のことが許せなくなった。お母さん、家を売っちゃって出て行きましょう。私も覚悟を決めた。義母もうなずき、私たちはすぐに行動に出た。義母は過去に家を査定に出していたことがあったそうで、その時の不動産屋に連絡するとスムーズに手続きは進んだ。義実家は立地が良くて家自体も修繕がしっかりされていたからすぐに買い手が見つかったらしい。私と義母は家を売るとすぐに賃貸の部屋を借りて引っ越しをした。あかねさん、ここはあかねさん一人で暮らしなさい。え？どうしてですか？お母さんも一緒に暮らしましょうよ。いやいや、今は仲がいいかもしれないけれど、私は不倫をした息子の母親よ。いずれ私のことを見て最低なあの子のことを思い出してしまうかもしれないわ。私ね、実は考えていたことがあるの。それは高級老人ホームで暮らすことよ。私、恩をあだで返すようなあの子には死んでもお金を残したくないの。だからせっかくだから
自分のためにお金を使おうと思って。そして茜さんの口座に500万を振り込んでおいたから。え、そんな大金もらえませんよ。どうしてですか？それは今まで一緒に暮らして楽しい時間を過ごしてくれたお礼よ。最後の方は私が気持ち的に沈んじゃっていろいろと迷惑をかけたしね。この1年ほど一緒に過ごして楽しかったわ。ヒロトと別れても元気でね。お母さん。義母の覚悟を私が邪魔するわけにはいかなかった。だが夫と別れるまでは私たちは親子だ。そのためそれまではここで一緒に暮らしてほしいとお願いをした。義母は照れくさそうに、そういうことならと言い、すべてが終わるまで一緒に過ごすことになった。それから数日後、どうやら帰国してきたのだろう。夫から鬼電がかかってきた。おい、一体どういうことだ。なんで俺の家が他人のものになってるんだよ。あら、帰国したの？お帰りなさい。そこはもうあなたの実家じゃないのよ。ふざけんなよ。どうしてこんなことになってるんだ。あなたが私とお母さんを裏切ったからじゃない。はあ、何のことだよ。しらばっくれないで。あなたが不倫をしていることは知ってるんだからね。え、海外旅行だって不倫相手と言ったんでしょ。何のことだか俺にはさっぱり。こっちにはもう更新所からもらった証拠もあるのよ。あなたとは離婚して慰謝料を支払ってもらうから。そんな慰謝料は勘弁してくれ。離婚はするつもりだったからいいが、慰謝料はダメだ。何甘えたこと言ってるのよ。不倫したんだから当然でしょ。彼女との子を養わないといけないんだよ。はあ？子供？あなた不倫相手を妊娠させたの？妊娠させたというか、もう生まれてて。はあ？赤ちゃんがもうすでに生まれてるの？赤ちゃんっていうか3歳で。3歳って私たちが結婚したばかりに生まれたってこと？ああ、お前と結婚してすぐに彼女の妊娠が判明してさ。ちょっと待ってよ。私と付き合っていた時からその女との関係があったってこと？でも結婚相手はお前にしてやっただろ。彼女はまだ仕事頑張りたいから結婚しないって言ってて。最低ね。呆れて物も言えないわ。仕方ないだろ。恋は盲目だって言うし。それより母さんはどこだよ。うつ病を発症してるんだから俺が一緒に住まないといけないだろ。とにかくそこに行くから居場所を教えてくれ。教えるわけないでしょ。は？何言ってんだよ。俺の母親だぞ。俺は知る権利があるだろ。残念だけど、お母さんはもうあなたと会いたくないそうよ。そんなわけないだろ。たった一人の息子なんだぞ。不倫していようが何をしていようが愛するんだよ。そんな風に思っていたなんて最低ね。お母さん、あなたの不倫を知ってうつ病になったのよ。え？その事実を知ってから私に言うべきか悩んで、一人で抱え込んでしまって、それで心を病んでしまったの。お母さんがうつ病になったのはあなたのせいってことよ。そんな。でもだからって俺と縁を切るなんてことしないはずだ。いいから母さんの居場所を教えろよ。どこまでも自分勝手な夫に私は呆れてしまった。私はここにいるよ。え、母さん、茜と一緒にいたのかよ。どうして黙って家を売ってしまったんだ。それはあんたに愛想が尽きたからに決まってるだろ。母さんごめんって謝るからさ、お金貸してくれよ。今までの話聞いてただろ。慰謝料を支払って、その上で彼女との再婚のためにいろいろとお金が必要なんだ。本来ならあの家に彼女と子供を連れてこようと思ったんだけど、売っちゃったなら仕方ない。その時のお金があるだろうから俺たちのために使ってよ。何言ってんだ。そんなことするわけないだろ。あんたとは縁を切るんだよ。え、どうしてだよ。俺はたった一人の息子だぞ。だからなんだい。ここまでバカにされて頭に来ない親なんていないんだよ。孫の顔も見れるぞ。私は茜さんが産んだ子なら可愛いと思えるが、どこの馬の骨かもわからない汚らわしい女の産んだ子なんて、たとえ血がつながっていても可愛いなんて思えないよ。あんたは私と茜さんを裏切ったんだ。縁を切られるほどのことをしたんだよ。それを自覚して反省していきなさい。
とにかく私はもうあなたとは関わらないから。そんな。義母はそう言って電話を切った。ごめんなさい、勝手に切っちゃって。いいんですよ、もう話すことないですし。私はそれから弁護士を通して内容証明を夫の職場に送り、不倫のことについて慰謝料を請求。夫の職場は私の元職場でもあったので、私のことを知っている上司や同僚も多く、夫は大バッシングにあった。そして減給の上で地方の部署に飛ばされることになったそうだ。現在は不倫相手とその子供と地方で貧しい暮らしをしながら慰謝料を必死で返す日々を送っているらしい。数ヶ月後には不倫相手が贅沢できない生活に嫌気がさして子供を連れて出て行ったんだとか。現在は養育費と慰謝料を支払う日々を送りながら一人寂しく暮らしているそうだ。本当にいい君だ。一方、私は再就職してバリバリ働きながら独身生活を楽しんでいる。義母も望んでいた高級老人ホームに入ることができたようで、お友達もできて楽しい毎日を過ごしているらしい。たまに顔を出して義母と一緒にランチに行ったりしていて、老人ホームの話を聞かせてもらうのだが、いつも面白い話が聞けて私も楽しませてもらえている。これからも義母とはお友達としてこうやってたまに会えたらいいなと思っている。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。